はい、おはようございます。釣り子 TV です。ジャッカルのですね、ライザーベイトシリーズの最新作、ライザーベイト009の P ね、これがですね、釣り具屋さんに並び出したので一つ買ってきてみました。価格はですね、2052円で売ってましたよ。というわけで、まあ、パッケージはね、ライザーベイトシリーズのこんな感じのパッケージなんですけども、まあ、外側からも見えますけどね、名前にも書いてありますけども P っていうことで、口がね、ポッパー形状なんですよね。ライザーベイトっていうと、どちらかというとシュルンとした、口元が特徴で、どちらかというとこうピピピピピってこうね、波紋とすごい表水面のこのライザーリップでちょっとした飛沫を上げながら、逃げるっていうイメージのルアーでしたけども、007、004とね、008、あとね、大型のやつももうね、水利コーナーなんかに並んでましたけども、それがなんていうかね、ポッパーの口をまとってで、まあ、009ということで、ちょっとだけバス寄りのサイズの中で一番大きいサイズに今のところなってくるかと思うんですけども、009番が出たよということで、こんな感じのパッケージでこう説明書きも書いてありますが、まあ、じゃあ早速ね、開封してどんな感じかな、近くでね、見ていきたいと思います、ね、009の P、はい、出てきました。009っていうことで、ね、本当ただ数字が違うから、サイズがピッピッピッって変わるだけじゃなくて、各モデルごとにね、ボディがかなり形がね、考えられているんですよね。あとライザーリップもそのモデルによって若干ね、形が違うっていうことで、でサイズ感としてはね、9センチになるとは思うんです。009っていうぐらいなんで、ただね、まあ使いやすそうな、でぶっ飛びそうなサイズ感ですね。じゃあちょっとこれを取って、はい、でね、ちょっとね、ギルっぽいカラー買ったんですけども、お腹の方が透けてるんですが、これはすごい重りが入ってるんですね。結構ね、使ってみて小さくてもよく飛ぶなって、007とかね、004でも感じていたんですけども、でちなみに、買ったね、008は想像以上にね、ぶっ飛びすぎてですね、対岸の金網にカシャーンって引っかかってね、帰らぬ人になっちゃったんですね。まだ一匹も釣ってないのに、飛びすぎてね、もう絶対回収不可能なね、金網にガシャってかかっちゃってね、で行方不明になっちゃったんですけどね。ということで、ぶっ飛び注意のライザーベイトシリーズなんですけども、009はさらにまあ飛びそうというところと、一番特徴的なのはこの口ですかね。やっぱりわーすごいですね。ジャッカルっぽいというかね、加藤さんが作ったTD ペンシルっぽいというか、なんというかね、ここから水が入って、この横にこれ穴が開いてるんですよね。この穴から抜けたりするんだろうなっていうことで、すごいね、作り込みがいいですね。でライザーリップで、でスプリットリングがついてるんですね、このモデルは。あとね、針はこれ多分ね、フッ素コートしてあるんじゃないかな。かなりギャンギャンな針がついていて、でもう一つ気になるのが、これ藍がね、すごい丈夫そうな藍が積んであるんですよね。このサイズ感のルアーにしてはちょっとね、なんて言ったらいいのか、過剰なんじゃないかっていうぐらい丈夫そうな藍がついている、ね、腹の方よりお尻の方の藍がごつく見えるんですが、どうでしょうか、ね、こっちがちっちゃくてこっちが大きく見えるんですけども、でこれがねちょっと嬉しくて、どちらかっていうと自分ライザーベイトいろんなの釣り場で使って、まあ、スモール釣ったり、ただね一番釣ってるのがシーバスなんですよね。
007番なんかは夜なんかでもね、まあ、昼も釣れるんですけども、昼夜問わずね、餌が集まっているところだとすっごいね表層まで沸かしてパコーってね釣れるっていうイメージがあって、で結構ね007はどちらかっていうとコンパクトな感じに仕上がっていたんで、あと針もちょっと小型なんで、結構ねまあ、壊れるんじゃないかなって心配だったり、まあ、実際にね針なんかは何匹か釣るとシーバスなんかだとね60センチとか超えてくると曲がっちゃったりとかで、それで丈夫めなねちょっと海用の針に変えたりして今使ってるんですけども、これね最初からねそのまんま吊るしでシーバスとかあとは他魚種、狙えちゃうよっていう感じ満々の装備なんですよね。まあ、もちろんブラックバスね、めがけて作られたんじゃないかなと思うんですけども、そもそものコンセプトムービーとかなんかだと本当魚種を問わずいろんなターゲットに使ってみてくださいみたいなルアーだったかと思うんで、このライザーベイト 009P はねなんかといろんなところに持っていきたいななんていう風に思わせてくれるそんな、雰囲気ですよ。まあ、ボディはこんな感じなんですけど、で裏に説明書きが書いてあって、音と泡をまといアピール力をプラスしたポッパータイプ、上向きに配置されたライザーリップが最大の特徴ということで、ミノーやシャッドのような潜らせるためのリップではない、重いボディを水面へ浮上させるためのリップだ、遠距離の表層攻略を可能にするライザーベイトがルアーフィッシングの新境地を切り開くということで、ここら辺の説明は結構他のライザーベイトと似てると思うんですけども、でポッパータイプの説明書いてありますね。ライザーリップとポッパー形状のマウスはサーフェイスゲームの次のステージへ、飛ぶ巻く急浮上というライザーベイトの特徴に加え、ポッパー形状が適度に水を噛み巻くだけでスプラッシュとサウンドを発生、ビッグレイクやオープンウォーターでもその存在感でアピールする、またベイトタックルでストレスのないキャスタビリティを実現しているのも 00P の特徴の一つ、ベイトタックルでウィードやカバーが点在するエリアでも臆することなくアピールすることができる、ボディは全国に生息するワカサギやオイカーの制御をイミテート、リアルなサイズ感で捕食本能を刺激する、ロングディスタンスからルアーに気づかしてバイトさせるという攻めのゲームが展開可能となったということで、これ、ジャッコーギルっていう名前みたいのカラーで書いてありますけど、ジャッコーギルなんですね。で、まあ遠くが狙えるっていうことで、出しどころとしては自分はブラックバスで言うと、亀山ダムのね、神出鬼没なね、ボイル、これを撃つ時の遠距離攻撃ですごいね役に立ってくれるんじゃないかなと思って、でそういう釣りでねぶっ飛ぶからっていう理由で結構ね OSP の、ヤマトジュニア、あれを使ってねガバガバガバっていってねボイルしたやつを反応プラグでは刺したりしていたんですけども、まああれがすごい飛ぶから形状もシンプルですごい飛んで、あとねポッポンというか口がボコってやる感じもねすごい捕食音に似てるのか、結構ね最近あんまりトップウォーター投げてないですけどね、そんな中でも釣ってたのが、よく飛ぶからっていう理由で OSP のそうですねヤマトジュニア使っていたんですけども、まあ、そんな状況でこれをちょっと試してみたいなね。最初ね潜るで下からどんどん興奮モードを上げてね、最終的に捕食させるっていうね、このライザーリップ独特の動きあんまりね見慣れてないんじゃないかなっていうことで、結構ね初見のインパクトで亀山ダムなんかでも連れてくれるんじゃないかななんて思うんで、あとねトズラッパラダムなんかもね結構タイミングタイミングでね神出鬼没なオイカーボイルみたいなのが起こるんですよね。でまあ、ワカサギボイルっていうのは結構瞬間的にバッて出てねシーンって終わっちゃう感じなんですけども、どんどん追い詰めて追い詰めてでひたすら追いかけ続ける追いかわ系がベイトになってる時にこの手の横に泳がせ続けて食わせるっていうのが効いてくるはずなんで、そんなタイミングでね
使ってみたいななんていう風に考えております。まああとはね、これからもういよいよねシーズン開幕してますけども、シーバス釣り好きでやってますんでね、シーバスゲームなんかでも結構追いがすごい時なんかはね、これはちょっとね008がね、自分の使ってるエリアだとちょっとね重いというかね、なんかサイズ感がちょっと違ったんですよね。でこのどうだろう 009P がドンピシャなような気がするんですよね。007はもう反則なんじゃないかっていうぐらい釣れるんですけども、いかんせんねちょっとね小型サイズなんでね、針とかにさっきも言いましたけどちょっとね不安が残っていたんで、ちょっとこれからのシーズンね、バスだいぶねハイシーズンもまあ終わりじゃないですけども、なかなかトップウォーターで釣るっていうのが難しい時期に10、11、12とどんどん進んでいくと思いますんでね、主な実況動画では多分ね鈴木で使ったらどうなんだろうみたいな感じの動画が出てくるんじゃないかななんていうふうに思いますが、じゃあねあとは、恒例のねちょっと重さ測っておきますね。はい、じゃあライザーベイトシリーズの最新作ね009の P、 これは何グラムでしょうか。21.7グラムっていうことで、9センチのルアーにしたら結構重いですよね。ああ、これは飛ぶだろうって。で、この形、もういかにも飛びそうな形してますよね。というわけで、まだまだね、追い川食いのボイルしてる状況なんか見えたらバスでも、どんどん投げていきますし、ちょっとね、関東のね、まあ、房総リザーバー中心になってくるんじゃないかなと思いますが、いろんなところでね、ちょっと試してみたいと思います。このね、セクシーな口元、ね。このチュピッチュピなのかジュビッジュビなのかポコなのかね、実際に現場で使ってみるのが楽しみなんですけども、とにかくねちょっといろいろ試してみたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV はジャッカルから新しく出たですねライザーベイトの 009P、これを買うことができたよって開封してみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。